しかし、当時吉弘はやっぱり天才だな。旧作も覚えて本当面白いよ、ハンターハンターは。富樫作品は過去作品もほんまに面白いんよ。たぶんにも過去にやってるもんな、富樫作品。せやな、せーので言おうや。せーの、言うよ。レベル2。いや、やってへんからレベル2。やってへんから。なんやねん。幽遊白書はさ、あいつがやばいよな。カイトユウ。え、誰やっけ。能力名タブー。テイク見ないでタブーを言う魂を取られる。ああ、あいつか。もうこの言葉は使えない。今そろそろだぜ。今のうちにいっぱい言っておいた方がいいんじゃないかい。今9回くらい言ったから。どこへ？便所。最高だな。でもこれマニアックすぎてみんなわからないのじゃん。え？みんなわかるよね。おい、ここらみんなの知ってる曲かけようぜ。みんなが知ってる方で重要にしてください。侵入者を確保に66兆2000億弟子を取るって言って選考会みたいなのを開くんだけど、その中にランドっていう人の奥義を奪いまくるとんでもない妖怪が紛れてて、桑原をお経で小さくして腕とか折りまくる。そう、こんな風に無常人間未明お前のことも小さくして桑原と同じ運命を辿らせたいよ。でもやっぱり一番盛り上がるのはどこの辺やで。まあなあ、安定だよな。トブロ兄がデュークサラリーみたいな歩き方なんだな。それこのネタだけやん。